こんにちは、お元気ですか、管理栄養士の丸尾和樹でございます。日本の和ご飯の素晴らしさを伝えております。さあ今日もねお話をしていきたいと思いますが、今日はお酒のお話をしていきたいと思います。でやっぱりねこのお酒ってまあ体に良くないよねっていうことはまあ常識だと思うんですけど、でもね飲みたいあるいは飲まざるを得ないっていう時にですね、なるべくその健康に、まあ、影響を及ぼさないような飲み方があるんですね。でこれはまあ健康にもいいことですし、二日酔いとかね、予防にもなりますので、今日はそのより健康的なお酒を飲む方法5つご紹介したいと思います。最後に、とっておきの裏技なんかもね、ちょっとした裏技も、お話しようかと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。さて最初にですね、まあ、適量をね飲みましょうと、適酒なんていうふうにまあ言われるわけなんですけど、じゃあどれぐらいですねお酒を飲むのが適量なのか、これ実はね非常にタイムリーな話題でニュースにもなっていてね、ご存知の方もいらっしゃるかもわかりませんが、先月ですね厚生労働省が初めてですねこの飲酒に関するガイドラインというものを発表しました。はい、そのねまず中身を見ていきたいと思うんですが、純アルコール量といいまして、まあ、お酒に含まれているアルコールの量ですね、その基準値をね、まあ、一つ示したというのがありまして、この量を超えてしまうと様々な生活習慣病、まあ、動脈硬化だとか糖尿病とか高血圧とかですね、そういった生活習慣病のリスクが上がりますよっていう、まあ、上限値とも言えますね、その量が示されました。それが男性で 40g、超えてしまうといけない、女性は 20g と。じゃあこの純アルコール 40g とか 20g ってね、まあ、どれぐらいの量なのかっていうのを見ていきたいんですけど、これがですね、まあ、いろんなねこうビール日本酒とかお酒の種類があって、それぞれそのアルコール度数が違うんですね。でそこから計算しますと大体どれぐらいの量なのかと、見ていきたいと思いますが、まずビールはですね1缶、500ミリ、まあ、中ジョッキですね、生中1本で、終了です。で日本酒に至っては1合飲むともう超えちゃいますと、はい、1合弱になってきます。で中ハイだと1缶ですね、350ミリリットル、ワインだと小さなグラスで2杯、焼酎だと100ミリリットル、ウイスキーは60ミリリットルでダブルと、はい、いうことで、もう少なーっていうね声が聞こえてくると思うんですけど、いや本当にねそれぐらいの量が示された。でちょっとこれね厳しすぎるんじゃないの、なんでそんな量少ないのっていうところ、一応ちゃんとねエビデンスがあって、まあ様々な研究に基づいてですね、この量が示されていますので、まああながちその厳しいとも言えない。一応いろんな研究のデータを見ると、まあこの量を超えてしまうと確かにリスクが上がるよねっていう値、それがまあ今申し上げたような量になるんですね。どうですか、そんなこと言ったらもう飲み会なんて開けないよってねいうことだと思うんですけど、まあ一応そういうのが示されている。まあ、なので、一応国としてはですねこの量を超えるとリスクがありますよっていうことなんだけども、そんなこと言われてもね、これ動画をご覧のね、視聴者の皆さん無理だよっていう話になると思います。で確かにまあこの量は一つの目安なんだけども、それよりもねある意味大事なのは飲み方なんですよ。どうやって飲むか、どれぐらいアルコールを取るかよりもどう飲むかの方がすごく大事なんです。なので今日はこの量の話だけではなくてですね、こっからがむしろ本番大事なところです。どうやって飲めば健康に害を与えづらい、少しでも害を減らせるのかっていうポイントをですね、5つ今からお話をしていきたいと思います。さあでは参りましょう。まず1つ目はね、空腹で飲まない、まあ、これはねなんかお腹すきっぱらで飲むと良くないよとかね、あるいはすきっぱらで飲むとすぐにこう酔いが回って悪酔いするっていうね、まあ、結構ご存知の方も多いと思うんですけど、これやっぱ基本中の基本なんですよ。はい、どうしてね空腹で飲むと良くないかっていうと、まあ、アルコールの吸収っていうのは胃と腸で行われる、もうだから結構すぐに吸収が始まるんですが、やっぱりこう胃の中に何も入っていない、腸の中に何も入っていないってなると、この吸収が非常に早くなる。でその吸収されたアルコールはすぐに血中に乗ってですね、そして肝臓に運ばれていくんですね。肝臓でこのアルコールが処理されていくわけなんですけど、やっぱ一気にですねその処理工場である肝臓にアルコールがドサッとね一気にねこう大量に流れ込んでしまうと、もうキャパオーバーと、
もうそんないっぺんに持ってこんでよということで、結局分解できずに、そして血中のアルコール度数が高くなっていく。これがね、まあ健康の害だったり、あるいは二日酔いにつながってしまうということなんです。なのでもう空腹で飲んじゃうと損ですよということですね。もう一つね、この空腹で飲むと良くない理由があって、そのお腹空いている時ってね、脂肪が分解されるんですね。エネルギー源としてお腹減ったなっていう時ってね、脂肪が分解されるんですけど、この脂肪の分解にエネルギーを使っちゃうってことなんですよ。ね、そのエネルギーがないから脂肪をバンバン燃やしてエネルギーを作らないといけないっていう仕事ができますよね。で、そうすると、このアルコールの分解の方までね、手が回らなくなっちゃうんです。はい。だからダブルで良くないです。空腹で飲むと良くない。なので、まあ、お酒飲む前にですね、少しこう何かね、おやつとかね、まあ、何でも結構です。何か入れておく、固形物をね、入れておくというふうにすると、悪酔いも防げるし、健康への害も少なくすることができます。そして続いて二つ目がですね、食事を取りながら飲みましょうと。ね、さっきは空腹で飲まないってことはちょっと似てるんだけども、食事をね、しっかり取りながら飲みましょう。で、これ本当にお酒好きな方ってもうお酒だけでいけちゃうよと。別になんか食事取らなくてもお酒だけ飲めればいいんだよっていう方もね、いると思うんですけど、それあんまり良くないです。はい。これなんで良くないかっていうと、アルコールってね、カロリーがあるんですよ。だから、確かにそのお酒飲んでいればカロリーが生まれるので、そんなお腹空かないっていうかね、それでやっていけるんですよね。ただ、アルコールはね、糖に変えられないんです。はい。糖には変換できない。で、血糖値がね、下がってしまうんですね。で、それを防ぐために体はこの血糖値を上げようとするんだけれども、お酒しか飲んでないと糖がやってきませんから、しょうがないんで、筋肉をね、分解しちゃうんですよ。筋分解。だから筋肉を分解して、なんとか血糖値を上げようっていうふうにしてしまうので、要はね、食事を取らないでお酒を飲むと何が起きるかっていうと、どんどん筋肉分解されちゃうんですね。はい。そうすると、代謝も下がりますので、肥満につながったりとかね。あるいは筋肉が下がると血糖値のコントロールも難しくなって、糖尿病のリスクが上がったりとかしてしまうので、これ良くないんです。なので、食事を取りながら一緒にぜひね、飲んでいただけたらと思います。で、この血糖値っていうところでいくと、実はね、糖質を取ることが結構大事になってくるんですね。で、お酒ってね、その飲み会の後とかに締めのラーメンとかね、あるいは最後にお茶漬け頼もうかみたいな、いわゆる締めってあると思うんですけど、あれって、なんか夜遅い時間に糖質を取るっていう観点からいくと、まあ、肥満につながるっていうかね、太りやすくなるっていう面では良くないんだけども、実はこの糖質を取るっていう面では正解だったりもするんですよ。だから、あながちダメでもないんだけども、まあ、でもね、やっぱ夜遅くに糖質取ってしまうと、肥満リスク上がってしまいますので、どこかでうまくね、糖質を取ってもらえたらいいかなと。まあ、だから事前にちょっとね、おむすび食べとくとか、あるいはま、なるべく早い時間帯にちょっとお茶漬けで糖質入れておくとかね、あるいは何かこう、芋のね、煮転がしとかを頼むとか、っていった形で、どこかのタイミングで糖質を取ってあげると、このアルコールによってね、筋肉が分解されるのを抑えることができますので、これもね、ぜひ覚えておいてください。続いて3番目は、体質を考慮する。ね、そのお酒って、ほら、ね、どれぐらい強いか弱いかって体質があるじゃないですか。で、これいろいろあるんだけども、大きく分けるとね、3つのタイプに分かれるんですね。それが酒豪タイプ。もうこの人はどんだけ飲んでも、もう顔も赤くならないし、酔っ払わないみたいなのが、まあ酒豪タイプ。ですね。で、二つ目が普通タイプ。まあ、飲めないことないけど、酔っ払っちゃうし、顔も赤くなっちゃうよ、みたいな。僕、このタイプで、まあ、このタイプが日本人一番多いんですけどね。っていうタイプと、あと、すごく少ないんだけども、もう、下戸タイプ。もう、本当に、一滴も飲めません。飲んだらもう、全然ダメになっちゃいます、みたいな。気分悪くなっちゃいます、っていう方がいらっしゃるんですよ。で、この三タイプいるんですけど、一番気をつけないといけないのは、この真ん中のタイプなんですね。僕みたいにお酒飲むと赤くなっちゃうっていうタイプ。このタイプの人はアルコールの分解がうまくありません。これはもう遺伝子で決まってますので、どんだけお酒を飲んでトレーニングしたとしても基本的には変わらないんですね。もう生まれ持った、体質になりますので変わらないと。で、この飲んじゃうと顔が赤くなっちゃうタイプの人はね、アルコール分解うまくできないので、アセトアルデヒドっていうものがどんどん溜まっていってしまうんですね。で、このアセトアルデヒドが良くないんです。このお酒でね、何が良くないかっていうと、もう、このアセトアルデヒドなんですよ。これもう発がん物質です。
もうあの WHO の組織がね、発がん物質ですって指定してるぐらいもう発がんがあるものなんですよ。あの二日酔いとかもですね、このアセトアルデヒドによるものだというふうにされているんですね。で、その酒豪タイプの人はね、割とお酒飲んでもそのアセトアルデヒドも分解うまくできるんだけども、普通タイプの人はね、これがうまくできない。で、そうするとこのアセトアルデヒドがどんどん溜まっていく。まあだから気持ち悪くもなるし、頭痛にもなっちゃうしってことなんだけども、それはね、あの健康にも良くないんですね。だから発がんのリスクも上がってしまうということになります。ですので、この体質をぜひね、考慮していただいて、飲むと赤くなっちゃうようなタイプの人は特にね、さっきのこの適量、できればこれ守った方がいいです。酒豪タイプの人よりも、やっぱ普通タイプの人の方がお酒による害のね、リスクは高まってしまいますので、この自分の体質を理解した上で、どれぐらいお酒を飲むかっていうね、ここを考える。これはね、非常に重要なことになります。さあ、続いて4番目、お酒の種類ですね。まあこれね、なんかそのお酒の糖質っていうところでね、ビールとか日本酒はね糖質があって、で蒸留酒のウイスキーとかね、焼酎は糖質がないから体にいいんだっていうね、これね、そんなことないです。あの別に日本酒を飲もうがビールを飲もうが確かに糖質は入っているんだけども、大した量じゃないので問題にはなりません。むしろ糖質が問題になるぐらいお酒を飲んでいるんだとしたら、糖質よりもアルコールの害の方がよっぽど大きくなりますので、もうね、好きなものを飲みましょうということです。もう糖質の量なんて気にしなくて OK。 ただし本当に糖質が多いお酒もありますので、それはね、特に飲みすぎは注意した方がいいということなんですけど、それがね、梅酒、まあ砂糖をね結構たくさん使ったりしますし、あとカクテルですね。まあこれは種類にもよりますけども、何かジュースで割るものとかだと、どうしてもこう糖質の量が多くなりますので、まあこの辺は結構確かに、あの糖質の量気になるなっていうところなんですけど、まあ日本酒とかね、ビールはね、飲みましょう。僕日本酒大好き。お酒自体あんま飲めないんだけども、日本酒は大好きだったりしますので、そんな細かい糖質のことなんて忘れてね、楽しみましょうっていうことですね。で、あとね、最近これ、あの面白い研究が発表されてたんですけど、赤ワインでね、頭痛になる方っていませんか？僕もなるんですよ。なんかワイン飲むといつも調子悪くなるな。これね、赤ワイン頭痛って呼ばれるんですけど、これ最近分かったことがね、その赤ワインに含まれているある成分がですね、アルコールの分解を邪魔しているんじゃないかってことが、実は明らかになってきたんですよ。なので、この赤ワインを飲んで頭が痛くなっちゃう人っていうのは、赤ワインの中のアルコール分解を妨げている物質の影響を受けている可能性があります。で、もしそうなるとね、このお酒をいろいろ飲んだ時に赤ワイン飲んじゃうと、それによってですね、他の、ね、日本酒飲んだ、ビール飲んだっていう他の飲み物に含まれていたアルコールの分解もうまくいかなくなってしまいますので、体質的に赤ワイン飲んで頭痛になっちゃうような人はあんまり飲まない方が本当はいいです。僕も赤ワイン別に好きなんだけども、なるべくやっぱ飲まないようにしてるっていうのはそういうことなんですね。まあせめて赤ワイン飲むときは他のお酒の量は控えるとかね、いうふうにした方が体への害は減らせるかなと思います。さあ最後ですね、5番目、休肝日。これもよく言われる。ね、休肝日設けましょう。週に1日飲まないようにしましょうってね、言われるんだけども、これある調査によると、男性のお酒飲む人だと6割の人はもう、ないんですって。お酒飲む習慣がある人でね、6割の男性は毎日飲む、休肝日なんて取らないよっていうね、ことなので、これぜひね、まあ、取っていただきたいなと。で、これちゃんとね、休肝日ってね、なんとなく1週間に1回飲まない日があったら健康にいいんじゃないかっていう、ふんわりしたことじゃなくて、ちゃんとね、エビデンスがあるんですね。これは2018年にですね、発表された論文で、週に1日以上お酒を飲む人の場合ですよ。休肝日が週に1日か、あるいは2日、ある人は飲酒の量にかかわらず、がん、そして脳卒中などの死亡リスクがね、低下していたってことが明らかになってるんですよ。で、ポイントはその飲酒量にかかわらずですよ。同じでもってことなので、要はそのたくさん飲んでいようが少なく飲んでいようが、せめてね、こう休肝日を設けていただくと、こういったね、がんとか脳卒中のリスクが減らせますよということが分かっていますので、まあ、ぜひね、週に1日でも休肝日設けていただけると、だいぶね、ググッと体喜びに近づくかなと思います。あとね、その休肝日もちろん大事なんだけども、この1回のね、飲む量も大事っていう話もちょっとね、しておくとですね、これは2003年に発表された論文で、約4万人をね、対象にした研究でですね、
飲酒量が同じ場合でもですね、週に1回大量飲酒する人と週に3日から7日かけてちびちび飲む人とでは、後者の方が心筋梗塞のリスクが32から37%も低下したということが出ています。なので同じお酒の量を飲みましたよっていう場合でも、週に1日にまとめてドカンって飲む人よりも、まんべんなくちびちび飲んでいた人の方が心筋梗塞のリスクは少なかったってことありますので、まあ、休肝日を設けることも大事だけども、休肝日を設けていたとしてもですね、1回の飲酒量が多いとこれやっぱ健康リスクにつながりますので、まあ休肝日を設けるのと同時に1回に飲む量を多くしすぎない、まあ、この両輪でねやっていただけると一番いいのかなと思います。さあでは最後にですね、おまけなんですけども、裏技のお話ね、気になりますよね、していきたいと思うんですけど、これねあんまり知られてないのかなと思ってるんですけども、あるねサプリメントがありまして、これがねすごくいいです。特に僕みたいにあんまお酒飲みないんだけども、飲みたいなって時があるなっていう方ね、おすすめです。そのサプリがね、良い時ワンというね、サプリメント、概要欄にね、Amazon リンク貼っておきますけども、これいいですよ、良い時ワン。もう大好きっていうか手放せないみたいなサプリメントで、キューピーさんがね、出しているサプリなんですが、これね、酵素が入っていて、なんとね、アルコールを分解してくれる酵素が配合されたサプリメントなんですよ。なかなかないですよ、これ。コンビニとか行ったらね、ウコンとかね売ってますけども、ウコンっていうのはアルコールを分解する肝臓の働きを助ける成分なんですよ。だから間接的、確かに助けてくれるんだけども、でも良い時はね、もう直接なんですね。アルコールを分解するものを直接ぶち込んでるので、もうね、あんまサプリなんでね、あんま効果とか言っちゃいけないんだけども、もう僕はお酒飲む時は必ずこれを忍ばせていきますし、これ飲むとね本当に翌日楽です。もうぜひこれから飲酒量が増えるこの時期、これ一袋、一家に一袋おすすめでございます。それではここで少しお知らせです。管理栄養士マルの公式 LINE を配信しております。 YouTube ではお伝えしきれない健康や栄養に関する情報、マガジンや動画で無料配信中です。登録するともらえる豪華重大特典もご用意しておりますので、まだお済みになってない方は友達登録概要欄からしてみてください。それでは最後に以前アップした動画にいただいたコメントを紹介したいと思います。今回こちらの動画ですね、緑茶を毎日飲み続けるとという動画です。たくさんコメントをいただいております。まずは皆さんから一番いいねを集めた体喜ぶでしょうコメントがこちらの方です。 M さんおめでとうございます。農薬が多いと聞いて心配なんだよね。農薬買ったけどそれは美味しくなくてということで、はい、いただいております。確かにね、緑茶ってやっぱりそのね、洗って使うとか野菜とかと違ってね、直接もう熱湯で抽出しますので、やっぱり残留農薬気になるよって方ねいらっしゃると思うんですよ。なのでぜひね、できればオーガニックとかね、無農薬のものを選ばれるとより安心かなというふうに思います。で、 M さんはね、無農薬買ったけど美味しくなかったってことなんですけども、いや僕もね、普段毎日ね、それこそ無農薬とかオーガニックの緑茶飲んでおりますけども、美味しいのいっぱいありますよ。はい、いっぱいあります。ぜひね、探してみてほしいです。先月かな、オンラインセミナーでね、緑茶と健康について、やりまして、その中でも、ね、おすすめのお茶農家さん、僕たくさん紹介してますので、公式 LINE ね、登録されている方は、メニュー欄からアーカイブ、ご覧いただけるかと思いますので、気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。そして僕が一番気になったコメントがこちらです。里道さん、ありがとうございます。祖父母90歳になってもボケずに元気です。すごいですね。その祖父母は毎食後に緑茶を飲む習慣があるのですよ。なるほどなと思いました。私は水出しの緑茶も味が好きで手軽でよく飲むのですが、水出しだと得られない効果なんかも動画の内容の中にはあるのでしょうか。はい、ご質問いただきました。まあ、これもですね、先ほどちょっとお伝えをした先月開催したオンラインセミナーで詳しくデータなんかも示しながらお話をしているんですけども、簡単にお答えしますと違います。はい、水出しと熱湯で出した緑茶は全く成分が違います。で、いろいろあるんですが、一つのまあカテキンですね、この緑茶の中の一番キーとなる鍵である、キーとなる鍵である、かぶってますね、鍵になる成分のカテキンはですね、熱湯で抽出した方が圧倒的に多く出ますので、まあ、カテキンしっかり取りたいなっていう場合はね、やっぱり緑茶で出した温かいお茶をズズッといただくのがいいかなと思います。ということで今回の動画は以上でございます。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひね、少しでも参考になったよという方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。ごきげんよう。